こんにちは、吉谷さん。まあお金だけではないんですけども、でもお金は重要なファクターだっていうことで今回もお話していこうかと思いますね。やっぱりね、努力次第っていう言葉はありますけども、人によってはちょっとの努力で高い効果を得れることもあるし、人によってはたくさん努力したけどもなかなか人に追いつけないっていうのはあるんですよね。それは仕方がないです。持って生まれたものとその後後天的に育むもの、この組み合わせでできてますんでね。まあ、例えば私は身長もでかいですし、体の厚みもあるし、結構ね、頑丈でタフな方だと思うんですよ。ですんで、この年になっても、まあ、力仕事っていうのはね、まあ、そこそこの結果を出せると思いますし、成長期、思春期に体を鍛えることをしていましたら、まあ、やっぱりね、何でもかんでも早く身につきましたね、その頃は。まあ、そういったところはあるんじゃないかなと思うんですよ。でもやっぱり身長が思うほど高くなかったりとかね、ちょっと肉付きが悪かったりとか、それから疲れやすかったりすると、トレーニングを1時間する段階で、こっちはトレーニング1時間でものすごくスタミナつくけども、こっちの方は1時間するトレーニングで衰弱するみたいなことが起きるわけですよね。でそういうことをいろいろと試していくと、あ、自分にはこういうのは向いてないな、なぜなら元々の素養が不利にできてるなってことに気づくわけなんですよ。でそういったのにいかに早く気づけるかっていうのは一つのチャンスをつかむ法則じゃんじゃないかなと思いますよね。でお金を稼ぐっていうことも、まあ、考え方としてはいろいろあると思いますけども、でも基本的には目の前の人とのリレーションシップが早く築けて信頼をいただいてですね、で自分の商品紹介したら売れやすいみたいな話し方とか顔の作りとか声とかってあると思うんですよね。まあ、でもそれも組み合わせで、 A さんと B さんでは A さんが B さんに物を売るのは難しいんだけども、 A さんと C さんならよく売れるってこともあるんですよ。なぜなら B さんと C さんには A さんに対する印象とかコミュニケーションの中で生まれる信頼関係には差があるからなんですよね。で売れなかった B さんっていうのは A さんから物を買おうと思わないような、なんか A さん鼻につくなとかって思ったかもしれないと。でも C さんは A さんに対して、あ、この人なんか尊敬できるなっていうふうな先入観を持ったかもしれないんですよ。その第一印象による先入観ですでに売れやすい売れにくいっていうのが決まりますんで、 A さんはですね、自分がなんでこの人には売れて売れなかったのかな、こっちの人には売れなかったのかなってことをやっぱりこう振り返って反省して学習して学んでいて体験すればするほどだんだん分かってきて、あ、なるほど、 B さんは自分みたいな体格とか見てくれとか喋り方が嫌いだから、商品とか関わらず、商品のいい悪いじゃなくて買わなかったんだな。それが証拠に自分と同じような商品を売っている、自分とは全く性格や見た目が違う人からそれ買ってるやないかみたいな検証もできるわけですよね。まあ、そういうふうにして自分の力量が誰に対してどのくらい効果があるのかってことを知るためにも、たくさん当たっていくっていうのはすごくいいサンプル調査になると思うんですよね。だからそういう意味で経験も積まないといけないし、学習もしないといけないし、それでいて継続もしなければ見えてこないよってことだと思うんですよ。まあ、お金を稼ぐこと以外にも様々な人間にはファクターがあります。例えばお金お金言うんじゃないよって人、じゃあ別にお金以上の魅力を持っているか、お金以上に何か貢献できる何かが求められる何かがあるかってことが今度はすぐ問われちゃうんですよね。だからね、面白い話をして人を笑わせる特技とかね、素敵なこう歌を歌って人を感動させる特技とかね、なんかこう美しい絵を描いて人の心を捉えるようなね、まあそんな特徴でもいいでしょう。そういうのがないんだったら、とりあえずお金をたくさん持っていると、お金を持ってるってことも魅力や信頼につながるから持ってた方がいいのかなと思うんですよね。だから何もない人ほど、能力がない人ほどお金を持ってた方がいいかなと思います。でお金を手に入れる方法っていうのは、別に学校の成績がね優秀だったらそうなるとかね、会社の経営が上手な人がお金を手にするとは限らないわけですよ。これは吉谷さんと私の2人のね体験と過去をもとにお話しできることで、億万長者合宿の肝とも言えるんですけども、じゃあね、面接に行って、君バイトでも採用難しいよっていうふうなことを面と向かって言われる人、こんな人がねいるわけですよ。でもその人は確かに就職はさせてもらえなかったけども、お金は稼いでるんですよね。だから就職することとお金を稼ぐことって別物なんですよ。また別の機会にこの人は、なんかそれ意味あるんですか、人生の意味知って意味あるんですか、あなたは意味があるんですかみたいなね、目をパチクリさせながら、なんかすごいね威圧されたみたいなこともありましたけどね。
でもその体験から何回も何回もアウトプットして堀江貴文にこう言われたみたいなねエピソードを語るわけじゃないですか。それがまたアクセスを呼んで売り上げにつながるってことにもなっていたとしたら、嫌な体験ですら金に変えるみたいなね、だからなかなかこれお勤めされてる方の発想にはないですよね。お勤めされてる方っていうのは杓子定規なことをして、まあそれを求めてる人から売り上げを取っていくっていうことだと思うんですよ。でもまさかね、堀江さん の講演に行って質問したところでお金を稼ぐみたいなね、どうつながるんだみたいなことじゃないですか。でもこれつながるんですよね、面白いことにね、で私のことで言えば、麻雀店の経営ダメダメ、他の飲食店ダメダメ、何やっとんじゃみたいな人も別に情報を扱う情報ビジネスでは稼げるわけですよね。で私はね、なんか情報投資家っていう言葉をね使えるんじゃないかなと思いながら話すことがあるんですけどね、まあまさにね情報投資家ですよ、ネットビジネスという情報を自分のビジネスに生かしたらこうなったみたいな感じですよね。ネットビジネスってものがあるんだけども、手を出さなければそれは投資で買い損ねたってことになるでしょうね、まあ、ということでね、いろんな力があると思いますけども、あなたの持ってる力は何だってことですよね。で、力がないんだったらなぜつけに行かないんですかってことですよ。いや、力はもともと持ってません、力をつける気もありません、私の姿を見てください、私の人間を見てくださいってね、今サボってる人間が見えるだけですよ、それは努力不足ってやつですよ、まさに。はい、力をつけるためには力をつけていきましょうということでございました。どんな力をつけるのかあなた次第。いってらっしゃい。